どうも、皆さん、こんにちは、キンです。今回紹介するテントはこちら、ディディン。DOD のレンコンテントというテントです。もう僕、すでにそのテントの中にいるんですけれども、テントの中で焚き火しています。僕が勝手にテントの中で焚き火をしているのではなくて、DOD さんがテントの中で焚き火ができるように、というコンセプトのもとを開発したテントなんで、これが正しい伝え方なんです。見てわかる通り、天窓がたくさんあるんで、この窓から煙が排出されて煙たくないと。しかも、テントの素材がポリコットンっていう燃えにくい素材でできているテントなので、こんな感じでテントの中で焚き火をしていても大丈夫というテントでございます。ということで、今回はこの DOD のレンコンテントを詳しく見ていきたいと思います。ということで、まずはこのテントの特徴をさらっと紹介します。1つ、テント上部に8箇所の大きな天窓があります。これにより焚き火の煙を効率よく外に出すことができます。2つ、テントの生地は燃えにくいポリコットンという生地で作られています。1つ目の特徴の大きな天窓と組み合わせることによって、テントの中で焚き火を楽しめるテントになりました。3つ、スカートが付いているので冬にもってこいのテントです。4つ、天窓は8箇所あり、とても大きな窓なので薪ストーブの煙突を出すこともできます。5つ、背が高いということ。頂上の高さは260センチの高さがあり、テント内部でもしゃがむ必要はありません。6つ、大きなテントの片付けは面倒です。綺麗に畳まないと収納袋に入らず、一からやり直しなんてことはよくあることです。このレンコンテントの収納袋は大きめに作られており、ある程度適当に畳んでも収納袋に入れることができます。入れた後にコンプレッション機能でコンパクトにすることができます。このテントはテントの中で焚き火ができるという大きな特徴があります。それに伴い、いくつかの弱点、ウィークポイントも目立ちました。ウィークポイントその1、重いということ。最大で5人が寝れる大きさですが、重さは 12kg もあります。その2、雨に弱いということ。入り口のファスナー部分は折り返しになっていません。防水のシームテープ加工などもされていないので、大雨などは想定してない作りだと思います。その3、窓や扉に網戸はありません。ということで、早速袋を開けて中を見てみましょう。袋の大きさは横68センチ、直径23センチ、重さ12キログラムです。付属品はメインのポールが1本、ネイルペグが18本、ロープが18本です。付属のネイルペグのフック部分には蓄光素材が使用されており、夜間でも目立ちます。ネイルペグの長さはフックより下が 20.7 センチ、全長23センチでした。ポールの直径は約3センチ、重さ 2.6 キログラム。ペグ1本の重さは 52g、 18本で 983g、 テント本体のみで 7.6kg でした。早速テントを組み立てていきます。重さが 7.6kg を超える大きなテントですが、構造はワンポールテントなので1人でも簡単に組み立てが可能です。僕流の組み立て方です。このテントは8角形なので、8箇所ペグを打ち込む必要があります。メーカーのホームページや説明書では8箇所一気にペグを打ち込んでいますが、それだと張り具合によってはポールを立てにくいので、1、まず対角の4箇所にペグを打ち込みます。2、その後ポールを組み立て中からポールを立てます。3、ポールを立てた後残りの4箇所にペグを差し込みます。これで完成です。一人での組み立てですが、僕は5分もあればこの状態まで組み立てることができました。ロープは一辺に2箇所、中央部分と上部に取り付けることができます。ペグダウンできる場所は赤い丸の8箇所、ロープを張れる箇所は青い丸の16箇所あります。ということで、 DOD のレンコンテントの外見を詳しく見ていきましょう。テントの頂上部分に4箇所の通気口があります。この部分は地上からの高さが2メートル30センチ程度あるので、設置後テントの外側から開け閉めは不可能です。身長160センチ程度であればテントの内部から手を伸ばせば開け閉め可能です。底面部分にはスカートがついています。寒い時期はスカートを伸ばして使い、冬の冷たい風の侵入を防ぎ、暑い季節はまくって通気性を良くして使うこともできるそうです。早速扉を開けてみましょう。扉は全体で4箇所あります。前の2箇所を開けるとこのように、前後の2箇所を開けるとこのようになります。開けた扉はくるくる巻きにして横に固定することができます。早速レンコンテントの中を見てみましょう。テントの中はこのようになっています。床のないテントなので就寝時はコットなどが必要です。テント内部は無駄なものがなくすっきりしています。室内中央にスチール製の丈夫なポールがあります。触ってみた感想ですが、
7.6 キロもあるテントを支えているポールなので、とても丈夫そうに感じました。ポールの直径は約3センチです。ランタンフックなどを使う際の参考にしてみてください。早速ですが、前後の扉を閉めてテントの中からレンコン化させてみたいと思います。窓はファスナーで開閉するだけなので特別なことはありません。8カ所のファスナーを開ければただのワンポールテントからレンコンテントになります。開けた扉はくるくる巻きにして、この部分で固定することができます。窓はファスナーで開け閉めするので好きな位置で開閉を調節できますが、固定するフックは一番下のこの部分にしかありません。8カ所の窓を開けて前の扉だけ開けるとこのようになります。この状態で中を覗いてみましょう。腰の位置から上はほとんど窓の状態なので開放感は半端ないです。テントの中にいるという感覚ではありません。地面に寝てみるとこのような視点になります。晴れている日は星を見ながら寝ることができます。これだけでもレンコンテントを買う理由になるかと思います。もしレンコンテントで薪ストーブを使いたいのであれば、この8つの扉のうち好きな1箇所に煙突を通すと思います。ポリコットンは燃えにくいとはいえ、生身では煙突の高温には耐えきれないはずなので、直接当たらないようにする工夫が必要です。ちょうど窓の頂上部分の左右にロープを通す穴があります。この2箇所に針金などを通して中央に煙突を固定すれば、煙突があっちこっち揺れることはないと思います。あくまでも例であり試したわけではないので、やる方は自己責任でやってください。ちなみにロープを通す穴までの高さが地上から175センチなので、煙突の高さは最低でも200センチ程度必要です。各部の大きさはテントの横と縦は390センチ、180、160センチ、320センチ、260センチ、75、100センチ、195センチ、175センチです。早速ですがテントの中で焚き火をしてみましょう。今回使用する焚き火台はピコグリルです。レンコンテントの説明書には焚き火するときは窓も扉もスカートも全部開けてねと書いてありますが、そこら辺は自己責任で調節してください。今回は一番使われそうな使い方。前の扉はオープン、窓は全箇所オープン、スカートは伸ばしたままで使用してみます。ピコグリル満タンの薪を燃やしていますが、煙はテントの中に溜まることなくどんどん排出されています。この窓の高さが座った時の顔の位置ぐらいの高さなので、煙たいと感じる前に排出されているような感じです。この日は12月でしかも風が強い日でしたが、8カ所の窓を開けていてもここまで暖かくなるのかと正直めちゃくちゃ驚きました。焚き火の熱がテント内部で反射して、ピコグリル程度の小さな焚き火台でもこのテント全体を温めることができました。壁にべったりとつけていなければポリコットンの生地に火の粉が当たることもありませんでした。ユニフレームの薪グリルラージをレンコンテントの中央に入れてみました。スカートは閉めて、8カ所の窓は全て開け、ドアは前後とも閉めていますが、人がくぐっていけるほどは開けていました。ユニフレームの薪グリルラージといえば現存する焚き火台の中でもかなりの大きさなものでしたが、煙たさは全く感じませんでした。映像はインスタのストーリー用に撮影したもので分かりにくいですが、ユニフレームの薪グリルのように前方にだけ炎を反射させるような焚き火台を使えば、レンコンテントのポールギリギリまで近づけることができるので、ピコグリルのような普通の焚き火台ではなく反射板のあるような焚き火台の方が相性がいいのではないかと思いました。使用する焚き火台や薪の乾燥具合、風などの条件によって煙の状態は変わってきます。あくまでも参考程度に留めてください。コットを1つ、椅子を1つ、いくつかの荷物を置いてピコグリルを置いてみるとこのくらいのスペースを使いました。耐水圧についてです。このテントは雨を想定していないと思われます。ファスナー部分はむき出しですし、それぞれの縫い目部分には防水加工なども施されていません。短時間の雨や弱い雨であれば耐えるかもしれませんが、長時間の雨は耐えることができないと思います。また扉にも窓にも網戸がないため、夏に虫の侵入を防ぐことも不可能です。つまりこのテントは虫がおらず、夏に比べて天候が変わりにくい冬限定のテントだと言えます。このテントはスペックを冬にテント内で焚き火をすることに全振りしているので、何でもこなすオールラウンダーのテントにはなれませんでしたが、冬には最高のパフォーマンスを発揮してくれるテントだと思います。ちなみに網戸がついていない理由は火の粉で溶けるからだと思います。網戸がついていたところで火の粉で一瞬で溶けてしまうので、それであればあらかじめついていない方が賢いのかもしれません。夏に使いたい場合は別途インナーテントを用意すれば、タープのような役割で使用できるテントなので、僕は夏でも使いたいと思うテントです。
ちなみに今使っているこのインナーテント、めちゃくちゃおすすめなので、これも概要欄に貼っておきます。ほい、ってことでいかがでしょうか。 DOD のレンコンテントの紹介でした。ということで、フリートークの時間なんですけれども、まずですね、今、このカメラの後ろ側のドアを開けてます。で、窓は全開です。で、ピコグリル隣で、やってるんですけれども、めちゃくちゃあったかいんですよ。この四方が囲まれてるんで、熱が反射してくるんですよね。なんでなんか、ポカポカなんですよ。この窓を開けていても、テント全体がポカポカしてくるんで、ピコグリルぐらいのこのちっちゃな焚き火台でも、ものすごくこう暖かく、過ごすことができるんで、これはいいですね。で、まあ、デメリットはね、重いし、雨にはもうめっぽう弱い。で、網戸がついてないんで夏には使えないっていうことなんですけど、まあ、かやとか使えばね、全然いけますし、逆に中途半端にならずに、その、これをね、するためだけのテントなんで、まあ、これをしたい人にとってはものすごくいいテントなんじゃないかなと思います。カメラでもわかると思うんですけど、めちゃくちゃ広いんですよ。焚き火台を、まあ、こっち側に置いて、でこっちに、まあ、コット2つとか、まあ、ここら辺に3つ置いてもいけるじゃんぐらいの大きさなんで、キャンプする時の、まあ、溜まり場みたいな、なんか寝るテントというよりも、冬に、溜まってみんなで焚き火したり、食事をしたりするっていうテント、まあ、そんな感じのリビングみたいな感じで使うのもいいんじゃないかなと思います。で今ですね、こうやって、薪がねバチバチ、飛び散ってますけども、こういった火の粉とかを気にすることなく、テントの中で焚き火ができるっていうのは、まあ、素晴らしい商品だと思います。ということで今回の動画はこれで終わります。ではまた。